よろしくお願いします。はい、ごめんなさい。アメプラ町内か。あ、野球教室か。その上その上、よしよしよし、上がってこい上がってこい上がってこい、よし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 、させ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 、なしなしなし、ちょ、おめえちゃおめえちゃ、ジャークス、しょでばよお前、あーダメダメこんなんじゃ、そこだ、それぞれ、しっかりと意識していかないとあかんね。オッケー、うん、でも夏場やからもうしっかりと栄養補給ね、特に糖分、甘いもんをしっかりと食べなさい。まあ、特にプリンとかね、食べたいわ。プリンは栄養たっぷり言うてな。あ、ごめん、面白くてな。ほんで、まあ、余談やけども、先生、先月ちょっと事故ってないけども、その事故った時の車の修理代は、部費から出しました、部活中だったので。はい。で、アフリカ遠征についてやけども、まあ、向こうでしっかりと力をつけていきたいから、監督さん、監督さん。今、なんて言いました？プリンは栄養たっぷり。いや、それはいいです。二度と聞きたくないです。その後です。なんか、修理代がどうたらこうたら。なる。まあ余談も余談やけども、まあ、部活やったので、事故の修理費はもう部費から出しました。はい、でアフリカ遠征についてやけども、いや待ってください待ってください、すいません待ってください待ってください、ねえ、なんすか今のアフリカ遠征。いやそれも気になるんですけど、どこまで行くんですか、誰と試合するんですか。滋賀の町田監督のチームと。滋賀でやるよ。なる。いやいやちょっと待ってください、アフリカ遠征っていう気になるワード入れてスルーさせようとしないでください。修理代を部費から？なるなる。それって保護者会に言いました？なるなるなる。いや、保護者会に言いました？報告しましたかって。え？いや、ええとかじゃないっすって。いや、僕らに別に決定権はないっすけど、保護者会にはちゃんと報告してくださいね。お世話になっております。あ、保護者会長さんですか。先生、一つお聞きしたいんですけども、部員を引いてしまった場合って、部費から治療代って出るんですかね。はい、あ、そうですか。おや、なる。おはようございます。席あるぞ、取っといて。なる。なんで変われてるわ。なる。あ、そうですか。いや、忘れちゃった。行きましょうか。あ、すいません、さっき寮母さんから電話あったんで、かけてきてもいいですか。何やつや。食事係の。あ、はいはい。はい、何やつか。今日の朝食美味しかったの。な、はい、なる。やっぱ先生、お魚の方が好きやわ。お肉よりも。
今日のお酒さん美味しかったなる、うん、今日の昼食何？あ、いや、まだ聞いてないっすね。あ、そう、はい、なるほど。カレーがいいな、先生は。席へ通く。はい、はい、もう最近はね、ずっと言ってる、もう食事ね、うん、このチームの課題やな、今の食事ね。で、まあ、いっぱい食べる、たくさん食べてパワーをつけるのももちろんやけども、まあ、食事に対する、まあ、感謝、向き合い方もちゃんとやっていきましょうということでな、チームを変えていこうということで、食事からチームを変えていく、うん、食事改革な、やっております。まあ、じゃあね、最初に比べたら、ちょっとずつ、ご飯もな、いっぱい食べれるやつが増えてきたし、少しずつな、で食事に対する向き合い方もちょっとずつ良くなってきたと先生は思います。うん。ってのは、まだ足りない。なる。うん、これじゃ足りない。せやからもう少し一緒に頑張ろう。バラ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 。先生まだまだ食べに来るから一緒に。暇すぎ、向き合うよそこは。そりゃ先生がやってよ。家で食べたいよ。食事。当たり前や。先生みたいに生活があんねんからお前はな。けどそこはもうチームとして食事から変えていくっていう課題なんやったら先生もそこはもう付き合うから。一緒に頑張っていきましょう。食事からチームを変えていく。改革。あ、すいません、監督に寮母さんから伝言で、いい加減毎日毎日寮のご飯食べれに来るなんて食費払い、最近奥さんと喧嘩して実家帰られたからって寮のご飯頼りにすんなとのことです。なる、そうや、オッケー、ありがとう。ほんで新コーチ、ジョナサンコーチの契約やけども、待て、え、もうなんつったお前。だ新コーチ、ジョナサンコーチ。いや、それね、お前じゃない、お前じゃない、お前や。待て、ジョナサン、それも気になるの、誰ジョナサンって。ジョナサンコーチって10年間もあの野球の指導のトレーニングの勉強されてるコーチ、すごいコーチ。海外の最先端の技術わかんない、わかんないのか。いや、それええねんって。ほんでお前誰なんつったの。あと監督が寮の職員、ジョナサンコーチ、それええねん、それええねん、もういいって。お前なんつったの。監督が寮の職員払ってないことと、奥さんと喧嘩して実家帰られたから寮のご飯食べに来てることです。なる。いや、おかしいでしょ、監督、それは。いくらなんでも。何、自分が家でご飯ないからって寮でただ飯食おうとしてんすか。ねえ、なんか言うてくださいよ。なんか言うてくださいよって。ちょっと考えてるから。いや、もう早く、なんか言うてくださいって。ねえ、ねえ。あと1週間だけ。あかん。なる。はい、でもこの暑い日はな、でも危ないから、まあ練習も大事だけども、ちょっと安全ね、少しか徹底しながら安全管理、まあ、あれしょ、もう気温が35度以上やったらもう日陰で待機で、35度以下やって日陰で待機、そこをなしっかりと意識しながらやっていきましょう。はいはい、何かあるか。はい、監督、学園長から伝言です。何や。一週間どこの部活が追い込んだかで競い合うよ。あのね、何も学園長でもそれはあかんわ。子供らのな、安全でな、競い合うもんちゃう。ああ、やらんて学園長言うとけ。あ、まだ続きがあって。続き。一位の方にはボーナスが出るよ。夏の追い込み解放ウィーク。おい、持ってあげて、持ってあげて、追い込んで、持ってあげて、解放、イエーイ、足足。岸田、はい、勝利を勝ち取る、勝利ですか、はい、頭のボスの、ボスの、は、はい、大元や、この勝利の、はい、よし、やるか。行こう行こう。でもあいつどんぐらい怒るかな。いや、言うても大人やからな。あー、確かに。そんな勝利するくらいで怒らんやろ。はいはいはい、確かに。ピンタとかされんかな。ないないない。あいつ機嫌虫、暴力はさすがにない。よし、やるか。行こう行こう。行っちゃおう。
なる。お前ら舐めやがって。いやー結局午前中監督金良かったな。うん、まあそれは騎士らのおかげよな。あそれほんましかも昼飯監督の好物やからさ、もう午後でも勝ちよ。勝ちだな。騎士らのさ評価エグすぎん。やばい。エグいあもうマジ何しても怒られん。だいぶでかい。でかいわ。いただくで、ちょっと騎士だ。はい、ちょっと辛抱なら、さっきチロリしてくれ。わかりました、失礼します。おぽんずちゃん、チロリ。先輩方、監督呼んでます。 OK。 あー、どうなるかな。結構怒られてた。4時間続きます。まあ、いつも教育者やしな。外役生徒サクッと排除プログラムを行う。嘘だろー。まあ、お前ら3人の方で、もうお前ら3人も基本的にも練習の補助だけ今後。うん。オッケー。で、洗濯とか、掃除とか、そういう仕事、雑務、はお前らやってるから。オッケー。それで行きましょう。はい。じゃあ、ふぅ。はい、はい、はい、はい。グーッと溜めて解放ね。選手3人グーッと溜めて解放意識して。はい。お前ら選手3人はこのままメニュー終わったら水分補給休憩ね。はい、オッケー。うん。で、外役3人はまあまだ大丈夫やろ。その後掃除しとけ。気持ち気持ち気持ち。はい。はい、翔太もっとテンポよくなければいけない。なる。はい。お前ら、今日一日お疲れ様でした。ね。エマちゃんも初日からお疲れ様。はい。うん、なんか言うといてくれ。はい、今日一日お疲れ様でした。初日ですごく緊張していたんですけど、みんなが優しくしてくれてとっても嬉しかったです。スポーツマンが多くてかっこよかったです。特に監督のグラさんがすごくかっこよかったです。グラさんが似合う男性って素敵。エマは部活に来れる日は少ないけど、部活にエマが来ていない時間帯もみんなスポーツマンらしくいてくれてほしいな。最後に、監督さんはいつも一生懸命で、嫌われるのを覚悟で部員のみんなと向き合っています。お前らぐーっともっとため作れ。食べて解放していこう。それしていくことが、すごい重要やからね。お前ら、聞いてるか？大丈夫か？ほら、先生そろそろ帰るから、お前らしっかりやれよ。You are the sun, a gift of life. You are the moon. そんな監督さんをリスペクトして。いいチーム。あ、時間です。なる。時間。いや、最後のセリフだけず。いやいや、無理。じゃあ時間なんで延長料金払ってもらう。それでいいですか？延長料金は。あ、30分5000円。5000?! うん。
じゃあちゃっちゃと会計して3万ね。チップねえのかよ。だる。こうさ、レンタル彼女にさ、マネージャーさせるとかマジ決めよ。だる。また呼んでね。練習のもしっかりとやっていきましょうっていうことなんやけども、それよりもな、ちょっと先生一個切れたことがあってな、この間2月14日バレンタインデーやったよ。せやろ、バレンタインデーお前らな、何個もらったんかな思って。やっぱあれ男としてな、やっぱあるやんけ、負けられへんってもんが。お前何個もらって。はい、9個です。9個か、お前は。はい、11個です。11個か、お前は。はい、50個です。あよっしゃー、決勝で入試。やっぱりか。お前ら全員入試したら、よっしゃ。いやいや、これから部品の管理は選手がやるから、お前らはやんねんな。お金はちょっとじゃねえを巻き込むからな、部品はもうせんで任せろ。部品が壊れても自腹で払えよ。お前らはいいですか、部品10万。お前は20万。よっしゃ。オッケーオッケー。お前らしっかりとやれよ。オッケー。で、先生はちょっともう来週か1ヶ月ぐらいグアム行ってくるから。これぞまさに先生のグアム旅行計画が良好言うてな。あれ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 。まる、ごめんくれ。今日取りしてみました。Please.